BTS、BTS のシュガ、シュガーによるトークコンテンツ、サッチータ、シュガとヨウタイムの EP20 が30日に公開。シャイニーのタイミン、テミンが20歳での挫折を明かした。写真、シャイニーテミン、シーツから顔出し色気漂う姿、シャイニー、タイミン、16歳でデビューした当時を解雇シャイニーで最年少メンバーであるタイミン。 しかしメンバーの中で最初にソロデビューを果たした存在でもあり、シュガはすごく意味が大きいと思う。それだけ能力を認められている証拠だから、と絶賛を口にした。16歳でデビューを果たした時から、20歳を目標にしていた、というタイミングは、僕は最高になるんだ、4年後にはそうなるんだ、で一生懸命練習もして、 その夢を叶えるために多くの時間を費やし努力したのだという。ところが19歳の年末、韓国で大晦日恒例である MBC 歌謡大祭典に出演しての帰り道、数えで20歳になった自分の姿を振り返ってみたら考えていた姿よりすごく足りない部分が多くて、と自身が思い描いていた20歳になれていないことに衝撃を受け、深夜に宿舎には帰らず練習室に行って、 叫びながら号泣しました、と大泣きしてしまったと告白した。BTS、シュガーシャイニー、タイミンは与えられたチャンスをつかんでやり遂げる人その後、練習に練習を重ねたというタイミン。本当にこれが僕の限界なのかなと思った時、会社の皆さんがチャンスをくださったんです。本当に不思議なことに、運命のように、と言葉を噛みしめた。そんなあくまでも謙虚なタイミンの言葉に、 シュガは一生懸命準備をしたからチャンスが来るんだと思う。チャンスを与えてくれたからといってそれを掴んでやり遂げられる人もあまりいないと思うし、タイミングの努力する姿が会社の人には見えていたんじゃないかなと思う、と、しみじみと賞賛の言葉を口にした。モデルプレス編集部。